滅亡者がいただろ。このガキ、警察に突き出してやる。ちくしょう、話しやがれ、このボンクラが。おっほー、飛び込んだぞ、元気。大変だ、この辺はサメが集まっている海域なんだ。おい、来るぞ、サメがいるぞ、戻れ、危険だ。やれやれ、このクソマジ、世話を許せ。ジョータロウ、起きたな。仮面下から何か襲ってくるぞ。あの距離なら、僕に任せろ。ハイエルファントグリーン。消えたぞ。でもサメじゃない、スタンドだ。どこだ、あのスタンドの本体は。この女の子かね、密航者という。港に着くまで軟禁させてもらうよ。ところで君、甲板での喫煙はご遠慮願おう。待ちな、大物ぶってカッコつけてんじゃねえ。太郎、船長に対して無礼はやめろ。こいつは船長じゃねえ、今はよ。スタンド使いはこいつだ。スタンド、なんだねそれは。俺はスタンド使いの見分け方を発見した。スタンド使いはタバコの煙を吸うと鼻の頭に血管が浮き出る。えみんな何やってんだ。え、嘘だろ、ジョータロウ。ああ、嘘だぜ。だが、間抜けは見つかったようだ。お渋いね。まったくオタク、渋いぜ。確かに俺は本物の船長じゃねえ。嘘と裏切り、未知の世界への恐怖を暗示する月のカード、ダークブルームーン。ついてきな。海水をたらふく飲んで死ぬ勇気があるならな。中に引きずり込む気だ。ようこそようこそ。ようやく来てくれたな、ダークブルームーンの独壇場、海中へ。てめえ何になりてん。刺身になりてん。てめえのスタンドを料理してるからよ。周りをよく見ろ。さっきからダークブルームーンが水中の音を出てることに気づかねえのか。刺身にするとか抜かしてくれたな。スライスされて刺身になるのは。刺身になったのよ。